皆さんこんにちは、早稲田大学社会学部のルーシーです。本日はですね、久しぶりの長尺の動画になると思います。私は現在いますのは池袋駅です。前には西武池袋線の特急ラビュー号が映っています。危うくね、人の顔を映しそうになりましたけれども、本日の動画はですね、池袋駅から隣の大塚駅、 JR 山手線の大塚駅まで行くという動画です。実際に切符も買ってありましてですね、こちら10月8日今日ですけれども、池袋駅から大塚駅間140円です。そして私が乗るのはこの正面に来ました。僕が乗った電車はね、埼京線という電車で、池袋出ますと次の停車駅は新宿駅です。新宿と大塚って真逆ですからね、これは完全に乗ることを間違えました。というのは嘘で、後でからくりをご紹介したいと思います。日本が誇る最大の都市の一つである新宿、その西新宿のビル群が一瞬見えたところで、上の温度計を見ていきましょうといったところなんですが、このダイキンの温度計故障してるみたいです。ちょっと今新宿駅に移動してきまして、すみません、説明が雑でね、なんで大塚行くって言ってんのに埼京線乗ってんだよって思われる方いらっしゃると思います。池袋、JR 東日本、あまり東京詳しくない人ならわからないかと思いますけれども、大塚駅ってのは池袋駅の隣なんですね。隣といっても新宿とは全く逆方向のものなんで、埼京線に乗っちゃダメなわけなんですよ。しかしそれを可能にするルールが一つありまして、それが大回り乗車というものです。ということですね、まあ駅から出られないんですけれども、いろんなところを観光してからね、大塚駅に向かおうと思います。そして大塚駅から池袋はまあ歩きということになります。全然お金ないんでね、大塚駅着いても池袋に行けないわけなんですよ、電車で。まあだから本当に片道の140円分ぐらいしかないんで、まあそれは仕方ないですね。新宿駅に無事到着しまして、次に乗り換えるのは中央線です。中央線で東京駅まで行きます。途中の停止駅、四ツ谷お茶の水神田。お金があればね、ああいう特急電車に乗って山梨とか長野の方に行きたいんですけれども、そんなお金はありません。電車は定刻通りに新宿を出発。新宿駅を出まして、次の四ツ谷駅の間にですね、国立競技場が見えます。残念ながら国立競技場の中はね、撮影は禁止なんですが、車窓からはよく見ることができます。と言ってもですね、隣の窓のところに人がいたので、あんまりよく映せませんでしたけどね。はい、お茶の水駅に到着です。ここでは古い丸ノ内線の車両と新しい丸ノ内線の車両を見ることができます。このお茶の水という名前はですね、これにあった水が徳川将軍のお茶の水に浸かれていた、そのことからお茶の水と言われるそうです。下を流れているのは神田川ですが、まあ、この神田川の水を使ってたわけではないですね。さすがに今これをお茶の水にして飲むのはちょっとお腹に良くないですね。そして神田川から隅田川に流れ、東京湾に流れていくボートピープルの姿が見えます。というのは全然ジョークで、あれ神田川クルーズの人たちだと思いますが、ここで新幹線が見えてきました。もうすぐ東京駅ですね。だいたいこの辺がまあもうすぐ日本橋とか、まあ、日本銀行があるあたりでしょうか。さて到着しましたのが東京駅、赤レンガの様子が見えます。ようやくね、この電車に乗って5駅だったかな、東京駅に到着しました。東京の玄関口です。丸の内口のね、素晴らしい景色を皆さんにお届けしたいんですけれども、残念ながらこの大回り乗車中、改札から出られないということですね。残念ながらここだけの紹介となります。書いてありますね、特急列車12両編成乗車口1号車。まあ本来ならあっち側に行ってもいいんですけれども、まあ電車はここで止まってるし、あっちに行く必要はないということで、本当は行きたいんですけど、あっちには今日行かないことにします。それでは京王線に乗り換えます。ちなみに東京駅の、ちょっと髪が長すぎるな、東京駅の京王線はすごい離れているということで有名でして、本当にね、乗り換え時間とかをちゃんと見ておかないとすぐ待たされたりすることになると思いますよ。結構余裕を持ってね、乗り換えをした方がいいですね、京葉線は。ようやく京葉線ホームに到着。停車中の電車に乗り込みます。ここ新木場駅なんですが、新木場駅からね、この美しい東京スカイツリーがどうも見えるみたいですね。初めて知りました。さて新木場を出まして、こうね、空がめちゃくちゃ綺麗ですね。こういうなんか雲の隙間から光が差し込むのって本当に幻想的というか、僕はね、めちゃくちゃ好きな風景の一つです。太陽光発電も喜んでいます。
太陽光発電のその発電の効率性にはいろいろ是非があるみたいですけれども、もうすぐ葛西臨海公園ということでこちらの観覧車が見えてきました。そういえばお台場のね大観覧車ってもう取り壊されちゃったみたいですね。あれ一回も乗ったことなかったんで、ぜひこの葛西臨海公園のものが取り壊される前には一回乗ってみたいと思います。これもね結構高いと思いますね。そして葛西臨海公園、若干見えづらいですけれども、こちらが谷口義雄さんという有名な建築家が作られた葛西臨海公園の水族館だそうです。そしてさらに進んでいきます。舞浜駅近くになってきました。あの白い建物はスペースマウンテンだったかな。今の時期はどうもやってないみたいなんですが、あれがスペースマウンテン、東京ディズニーリゾート東京ディズニーシーの動画出したことありませんけれども、東京ディズニーリゾートラインの動画出したことがあります。皆さんそれはご覧いただけましたかね。これってホテルなんですかね、このなんかお城みたいな建物は。さて東京ディズニーリゾートライン、ディズニーリゾートラインが見えてきました。これサムネの方が良かったかな。僕の動画のサムネほんとクソみたいなサムネなんで。そしてですね、これ経済学の参考書なんですが、もともとなんで大回り乗車始めたかっていうと、電車内で勉強するためですね。家だとなかなか勉強できないんで、外に出て勉強しようということです。これは財政政策の項ですね。まあこういうことを大学でやっています。社会科学の中でも私まあ基本的に経済学をやってます。まあ、他にもね社会学とか政治学とかちょっとかじるぐらいはしましたけどね。そして無事蘇我駅に到着しました。この電車に乗って次はですね鳴門駅に向かいたいと思います。そしてですね、私この電車内で動画撮ったんですが、もう本当にもう大回り乗車してて眠くて眠くてねたまりませんでした。これがね眠い人の様子です。あ寝てまうで、そして鳴門駅に到着しました。鳴門駅ってこんな感じなんですね。でこれから総武本線に乗り換えまして松岸駅まで向かいます。さっきね東京駅で京葉線に乗り換えようとしたんですよ。で京葉線ってめちゃくちゃのホーム遠いって話したじゃないですか、乗る前に。それで乗り換えようとして、中央線から来たんで、中央線から京葉線ってめちゃくちゃ遠いんですよ。もちろん他のねところから行けばもうちょっとほんのちょっとだけ近くなるんですけれども、それで乗り換えて、まあ電光掲示板見るじゃないですか、あの発車表示表っていうんですか。であれでねあと3分ぐらいあったのかな、じゃあ3分で行けるじゃんと思って、最近京葉線使ってなかったんで全然行けると思ったんですけれども、結構急ぎましたね。あれね本当にね数分前にね時刻消しといた方がいいですよ。動画でも見せましたけど、動く歩道がめちゃくちゃ長い動く歩道かける2かけるなんかエスカレーターかけるな階段みたいな感じでめちゃくちゃ遠いんですよ。だからねお客さんパニクっちゃうからね、3分前にはあれ時刻表の表示消しといた方がいいですね。現在正面に止まっている電車は総武本線の千葉駅ですね。私は乗りたいのは銚子行きなので、こいつがいなくなった後に銚子行きが来るそうです。当駅始発ですけどほぼ誰も乗ってないですね。実は次の乗車区間がですね、大回り乗車で一番気をつけなければいけない区間、重複乗車の区間です。次にやってくる電車は銚子行きなんですけれども、銚子行き最後まで乗ってしまうとね、途中の松岸駅っていうのを2回通過してしまうんですね、その戻るときに。ですから松岸駅で降りて乗り換えないといけません。終点の1個前なんてね、本当に寝てたりしたらルール違反になっちゃうんで、ちゃんと起きて乗り換えをしないといけません。なんかあっちまでめちゃくちゃホームありますけど、そんなに使うことあるのかな。あんまないと思うんですけどね。あそこに地震計ってのありました。この付近で振動を与えないようにしてください。近くまで行ってぜひ振動を与えたいんですけれども、多分この柵があるからね絶対行けないな。何やってんねん。一応柱の陰に隠れて飛び跳ねたんで、まあ、そんなに悲惨なことにはなってないと思いますが、まあ、誰かに見られたら大変ですね。スーツ姿のやつがなんかこんなホームの端っこでさジャンプしてんの見たら
みんな気分悪くなるよ。気持ち悪いって思われるよな。どうも今ね、学校終わりの高校生とかかな、そういうのはいるみたいで、まあ、なかなかちょっと電車内でもにぎわいを見せるんじゃないかなと思っております。どうですかね、この千葉の自然は。まあ、別にこれが千葉県特有というわけでもないですよね。なんか名産品かなんかが埋まってればいいんですけれども、残念ながらそういった形跡は全く見えないので。俺が黙るとめっちゃ静かになるな。残念なことにですね、ここからよく見えないんですけれども、この鳴門駅、終戦の2日前にですね、なんと空襲で爆撃された経緯がありまして、その時の慰霊碑がどうも改札の外にあるみたいですね。そちらが駅舎です。もうここから見るとそこがねちょっと特徴的なんだけど、ここだけ見るともう普通の一軒家でしかないですよね。これ改札内には一応、改札外には一応ニューデイズという JR のコンビニがあります。まあ、慰霊碑があるみたいなんですが、ぜひねそれは見てみたかったですね。終戦の2日前って8月13日ってことですけれども、8月13日に爆撃されるなんてめちゃくちゃ不幸ですよね。まあ、別に普通に東京大空襲とか他の空襲された地域もかわいそうっちゃかわいそうですけど、かわいそうっちゃかわいそうっていうと失礼か、普通にかわいそうというか悲劇なんですが、それでもねやっぱ2日前やっぱされない確率の方が高まるっていう時期にされるとなると、それはなんか悲劇度も増してくるのかもしれないですね。ナルトっていう字が、これを剥がれちゃったのか、一体いつから置いてあるんでしょうか。てか本当に申し訳ないのがね、このマイクのことなんですが、結構ね近づけて喋ってたんですよ。さっきまで近づけて喋ってたら意外となんか音を拾う性能がいいみたいで、4000円か5000円ぐらいなんですが、そう音を拾いすぎちゃって音割れしてたんですよ。だからちょっと話して、それでもねやっぱちっちゃい声だと入ってるのかなとか不安になっちゃうんで、どうしても音の調節が難しいんですけれども、これからね動画投稿をバンバンしていくんで慣れていくと思います。動画投稿普通にねもう2週間とかサボってたんで、サボってたけどショート動画ね意外と出してるんで、ショート動画の方をぜひご覧ください。駅の人工の鳥の鳴き声と、あちらの方から聞こえてくるね天然の鳥の鳴き声がすごくこの辺りに響いております。あとね、あまりに鳴門駅での待ち時間が長いのと、本当に何もすることがないので、こういう風にべちゃくちゃ喋ることになりますけれども、まあ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 、目的はね電車に乗ることじゃなくて勉強しに来たんで、ちょっとしばらく勉強しようと思います。あの車窓からの動画をあんま撮ってない理由は普通に勉強してたからなんで、そこはご了承ください。さてようやく待ちに待った総武本線銚子行きがやってきました。この電車で本当に寝過ごさないように気をつけなければなりません。千葉県はですね山が本当に少ないので、車窓がねめちゃくちゃ綺麗で夕焼けも美しく見えます。無事松岸で降りることができました。これからね銚子に行っちゃダメなんで乗り換えます。ここからもねまた1時間とかそんぐらい電車に乗り続けます。はい、無事ですね成田駅に着きました。これからまだまだ電車に乗ります。次に乗るのは15時50分発の我孫子行きです。本当はねもうちょっと回ろうかと思ったんですが、もうこの時期ねこの時間だと外は真っ暗こんな感じですので、まあおとなしく家に帰ろうかなと思います。もちろん自宅のあのね場所は公開してないんで、これからも公開するつもりはないんですけれども、この成田エクスプレスに乗ると成田空港に行くことができます。え、佐原秋祭り号なんてあんの。18時41分新宿、じゃあせっかくなんでこれちょっと見に行きましょうか。成田駅こんな風に素敵な案内がなされてるんですけれども、成田駅の観光名所としては成田山新勝寺というお寺があります。これ初詣とかでめちゃくちゃ有名なんですが、僕は行ったことがなくてですね、あの鉄道旅行とかで成田駅って多分 4,5 回来てると思うんですけど、成田駅のこの階数をね1回も出たことがないんですね。大体あそこら辺の待合室にいることが多いです。
2番線か。ちなみにこの千葉県は香取神宮も有名でして、さっき動画には撮らなかったんですが、香取駅というものを通過しました。この香取神宮っていうのは昔ですね、神宮と呼ばれる神社っていうのは3つしかなかったそうで、それが伊勢神宮、香取神宮、そしてですね鹿島神宮というものだったそうです。その中の一つだったそうで、かなりね格式の高い神社だったそうですよ。さて2番ホームにやってきました。電車は18時41分に来るということなので、まあ18時50分の電車もちろん間に合いますね。であれが私が乗ってきた成田線の千葉駅です。正直ですね、10月のこの時間はめちゃくちゃ寒いですね。まあ、普通にスーツなんですけれども、下はちゃんとね肌着は着てますけど、ヒートデックとかじゃないんで意外と寒い。舐めてました。外が寒いからね、もう冷気が車内に入ってこないように停車中にはこのドアを閉めているそうです。俺も一応写真撮っておきますかね。はい、安孫子駅に着きました。この電車に乗ってきましたよ。この電車回送になるそうですが、安孫子駅の見どころはこちら、そばうどん弥生軒と書いております。5号店と書いてありますが、あっちのホームにも別の店舗がありましてですね、こちら僕が働いていたところです。味はいかがですか。山下清と書いております。山下清って皆さんご存知ですかね。画伯なんですけれども、若い頃5年間弥生軒で働いていました。何でしたっけ、ドラマか映画みたいなのありましたね。この山下清のドランクドラゴンの塚地さんだっけ、あの人がやっていた記憶があります。包装紙もこの人が書いてたんだ。一回食べたことあるんですけれども、この唐揚げそばうどん、まあそばもしくはうどんのことなんですが、このね唐揚げがねめちゃくちゃでかいんですよ。写真あったかな、写真あったか忘れちゃったんですが、こちらが安孫子駅の名物となっております。これ本当に美味しくてね、この唐揚げもめちゃくちゃジューシーで味わい深かったですね。冷やしかけそばうどんっていうのは夏季限定でやってみたいですね。ちくわ店とかも安、ああお腹減ったな。もうお金がないんで全く買えないですよね。まあそもそもここは空いてないんで。でね、これねニューデイズかと思ったら普通に待合室で待合って書いてありますけど、こうドア閉まらなかったら寒いんじゃないの。上野駅が来ました。一回上野まで行って、さらにですね山の線に乗り換えて最終的に大塚まで行こうと思います。最終目的地は大塚ですからね。本日最後に乗る電車は約3分後に来る山手線池袋新宿方面行きです。いやーだいぶ長かったですね。ここまで結構足がパンパンになって、ふくらはぎとかも結構きつくなってきましたね。あんまり履き慣れてない革靴なので結構足にも疲れが溜まってます。今お聞きいただいたようにですね、上野駅っていうのはまだ発車メロディーじゃなくて、このブル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 っていうベルなんですね。ちょっと音を高くしてもあの高さには届かなかったですね。まあ、発車ベルっていうのは、まあ、メロディーよりもなかなかね昔の電車に乗ってる感があっていいんですけれども、まあ、なんでこのまんまにするのかちょっと不思議ですよね。お、黒い山手線が来ましたよ。現在山手線は黒いラッピング電車を走らせておりまして、それにネットフリックスは広告を出しているという形になっております。そして最終目的地大塚駅でこの黒い山手線を見送ります。本当にありがとうございました。ここまで見てくれて本当にありがとうございます。いやもう本当に感謝ですね。ついでにねチャンネル登録してくれるとめちゃくちゃさらに感謝いたします。それではおやすみなさい。ありがとうございました。